はい、本日はですね、こちらノースフェイスのジップインバーサミットを紹介していきたいなというふうに思います。ノースフェイスにしてはですね、あれロゴが目立たへんなという感じで、結構珍しいと思うんですよね。ノースフェイスといえばこの左胸のとこにでっかくロゴがボコーンとあって、後ろにもでっかくロゴがボコーンとあるはずやのに、あれこのジャケットに関してはロゴがないのねと、あ、すっきりしてるんだねという感じになってると思うんですけど、名前が最初言ったみたいにジップインという名前が付いてるんですね。ジップイン、はて待て待て、どういうことなんやろうなということで、これノースフェイスが特別にやってると言いますか、ノースフェイスがやってるジップインジップシステムというやつがあるんですね。でそれを専用として作られてるフリースになってるんですよ。だからここまで聞くとノースフェイスが好きな人からしたらですね、はいはい、なるほど、ようやく来ましたねと、連結させちゃうのねという感じだと思うんですけど、よくわからへん人からしたら、もうジップインバーサミットでもついていけないのに、ジップインジップとか来たら余計よくわからへんくなってくると思うんですよね。だからまあそれは後々喋っていくとして、まずこれパッて見てまたフリースなんですよ。でフリースでよく言うと、なんていうんですかね、こういった以前紹介したこうバーサロフトのフリースのジャケットっぽい雰囲気はあって、アウターとしても着れるし、ジップインしちゃって中にも着れちゃうんだよというのがこのバーサミットジャケットになってるんですけど、今回はこれを紹介していくということで、先ほど見てもらったバーサロフトとの比較もちょっとしながらであったり、ジップインの説明もしながらちょっとお話はしていくので、今日の流れとしてはですね、まず形をパッて見てもらって、フリースの毛足とかっていう部分をもうちょっと拡大して見てもらったりして、その次に特徴ですね、こういった特徴がありますよっていうので、ジップインをまず説明すると思うんですけど、そこを話して、その次にデメリットとは言いながらも、やっぱりノースフェイスのフリースといえばちょっとここがちょっと微妙なんですよねっていうところが僕の中であるので、それを話して、次におすすめの人でもこういった人には待ってましたと言わんばかりのフリースなんですよというところでお話して、最後サイズ感で終わりにしたいなというふうに思いますので、まず形から見ていきましょうか。形はですね、アップでパンって見てもらうと、生地感的にはフリースの毛足が結構長いんですよね。よくフリースといえばですね、ちょっともうモコモコしてるようなフリースがあったり、こういったタイプの長いふわふわしたフリースがあると思うんですけど、このタイプに関してはフワちゃんタイプですよね。ふわっとしてるような感じになってて、肌触りもいいですし、着心地もいいような感じになってるっていうのがフリースの毛足になってますね。この辺なんかはもうほんまバーサロフトのフリースの毛足ともほぼほぼ一緒なんですよね。で、同じようなフリースの毛足使ってると思いますので、これアップで見てもらってもほぼほぼ遜色ないと思いますので、同じような感じを使ってるんだろうなというのがまず素材になってて、次はポケットですね。ポケットは胸ポケットがまず1箇所、これジップついてますね。で次に両脇のとこにもポケットがついてるんだよなんて言ってね、これは内側はメッシュになってますね。そして特徴的なところで言うと、袖口にあるなんかよくわからへんこのボタンがあるんですよね。これがおいおい喋っていくこのジャケットの最大の特徴なんですけど、こういうなんかよくわからへんのが両方にありますねということがあって、次には脇のところですよね。この脇のところが素材変わってるんですよね。でいかにもこうビヨンビヨン伸びて、あらなんかこれちょっと着心地良いんじゃないのっていう感じになっててですね、裏パッてひっくり返していくと、次裏側はですね、この首の後ろのところにまたボタンがあるんですね。あれまたこんなところにボタンって、なんちゅうボタンやねんなっていう感じだと思うんですけど、その辺が形になってくるんかなというふうに思います。では次ですね、特徴を見ていきたいなと思うんですけど、特徴はまず一番最初にこのジャケットの特徴は何かって一言言うと、もうジップインジップシステムでしかないんですよね。でも一番最初に言ったみたいに、そのジップをインしちゃえるっていうことで、ジップインジップシステムっていうことになってるんですけど、これはノースフェイスが出してる言葉なんで別に覚える必要は全くないんですけども、例えばこういったジャケットの中にインしちゃえるよっていうのがこのフリースになってるんですよ。いや、なるほどねと、インしちゃえるんだねということには分かると思うんですけど、ちょっと待てよと、それやったら普通にこういったフリースでもインしちゃおうと思えばインしちゃえるんじゃないのということになってると思うんですけど、これはもう名前がジップインって入ってる通り、これジップするためにも作られてるんですよね。でそれがどういうところが違うかっていうのをですね、特徴ちょっとどんな感じなんていうと聞いていくとですね、実はジップとジップをひっつけれることができるんですよ。それは本来ジップインジップシステムやないかいということで、ジップとジップをひっつけて一つのジャケットにすることができる、これがジップインジップシステムなのよ。ほな他に特徴なんか言うてたというとですね、実はこのノースフェイス同士だけじゃなくてユニクロでもできるんですよ。それジップインジップシステムじゃないやないかいということで、よく巷ではユニクロで代用できるとかって言われてるけども、そもそもジップインジップシステムでジップが噛めばいいっていう問題じゃないのよということで、それは喋るから営業として、次本来どんな特徴言ってたというとですね、実はマウンテンジャケットとかマウンテンライトジャケットを1ランクも2ランクも格上げさせるようなシステムになってるんですよ。それジップインジップシステムやないかいうことで、合わせて着る
ることによって秋口から真冬も着れて、次外せばまた春先も着れるというか、夏以外全部着れるっていうのが、これがジップインジップシステムなんよということになってるんですけど、ほんでじゃあ他に特徴なんか言ってたっていうとですね、ノースフェイスの店員さんにジップインジップシステムの話を熱弁してもらおうと思って話を聞くとですね、あんまりまあ別になくてもいいと思いますってよく言われる、それジップインジップシステムやないかということで、あんまりノースフェイスの店員さんも別にそこまで押してない機能がこのジップインジップシステムって、まあそれは知りませんけどね、まあ、僕が聞いた感じはそんな感じだったんで、まあ今の話で分かる通りですね、このジャケットの内側でジップを噛むことができるんですよね。で普通フリースとかって、まあ、こうやって今こうやって着るじゃないですか。でこの着た上に普通にこうやってマウンテンジャケットをパッて羽織ることって全然普通にできると思うんですけど、そういうことじゃなくて、もうこのフリースのジップとジャケットのジップをガチャンと引っ付けちゃうんですよ。そやから着る時も一緒にパッて一回着たら両方とも着れるし、脱ぐ時も一回パッて着れば両方ともパッて綺麗に抜けちゃうっていう感じになってて、でそれはジップだけで重ねるっていうのは他のユニクロとかでも代用はできるんですけど、何が特徴的なのかっていうと、この袖とかにあるボタンなんですよね。このボタンでジャケットと引っ付けることによって、よく例えばこうやって上のジャケットだけシュッて抜いたりしたら、なんか袖の中がくちゅくちゅにこう中がこうぐちゃぐちゃになってることってあるじゃないですか。だけどこのボタンで止めておくことによって、ジャケット脱いだり着たりしても、その真ん中に挟まってるフリーズがくちゃくちゃにならへんっていうのが、このジップインジップのシステムということになってるので、よくユニクロとか他のフリーズでも代用できる、出ないでもできるんかなとかって言われたりするんですけど、それはジップがただ連結はできるけど、このシステムの意味は成してないというか、袖がくちゃくちゃにならへんためにせっかくこういうシステム開発してるけど、ジップがただ合うだけには何の意味もないんですけど、まあ、そういった、連結できるっていうのがこのフリーズの最大の特徴になってるっていうのがジップインジップシステムですね。でその次の特徴としてはですね、このフリース見てもらったら分かるんですけど、この脇のところ、腕の裏側とか脇のところ、要は人間の急所みたいなのがあるじゃないですか。ここがですね、黒い生地になってると思うんですけど、これねウレタンっていう素材が入ってるのでめちゃくちゃ伸びるんですよね。そやから結構細身のシルエットでできてはいてるんですけども、腕ピュッて上げたりもそうやし、ちょっと腕ピュッて伸ばしたりもそうやし、こうキュッて女子にハグしたりしてもそうなんですけど、全然突っ張ってこないんですよね。そやからこれを1枚で着てたとしても全然動きにくいとかもないし、重ね着したりとかしてもこう動きにくいとかっていうのがないように作られてるっていうのが、この脇の黒いところなんですね。まあ、なので動きやすさっていうのはめちゃくちゃ担保されてるなというふうに思います。だから例えばバーサロフトとかやったらですね、そういったのはないんですよね。だから全体が全部フリースになってるんですけど、これに関してはその動きやすいところもちゃんと設計されてるっていうところが、まあ、特徴的になってくるかなというふうに思います。でその次の特徴としてはですね、まあこれは別にバーサミットに限ったことではないんですけども、まあ、やっぱフリースといえばシワにならない、そして洗濯が簡単ということになっていると思うので、まあ、自宅で簡単に取り扱いもできるし、例えばこう畳んでたりとかして T シャツとか、こういう T シャツ僕今もシワシワやと思うんですけど、こんなんとかって畳んでてもなんかシワできるじゃないですか、コットンってどうしても。けどこのポリとかはもう全然シワにも何にもならんから、もうくっしゃくしゃにカバンの中の奥の方に、小学生のなんか親に渡すの忘れたプリントみたいにくっしゃくしゃにカバンの奥の底にしまってあったとしても、このフリースに関しては全然シワになることがないというところになっているので、まあ、この辺が特徴になってくるかなというふうには思います。で、まあ特徴としては以上なんですけど、基本的にこのバーサミットってもうジップインジップがもうメインになってて、あとそれ以外にやったらもちろんアウターとしても着れるけど、まあインナーとして着ることも考えられてるんだよみたいなっていうところがもうほぼほぼ全ての特徴やと思うので、まあざっとその辺やと思うんですけど、じゃあ次デメリットとは言いながらもちょっとここ微妙やなっていうところがあるので、まあそれが何かっていうとですね、2点あるんですけど、まあ1点は僕個人的な感想なんですけど、それが何かっていうと、やっぱりポーラテックじゃないっていうところなんですよね。やっぱそこがどうしても個人的には引っかかってて、これはバーサミットに限らないんですけど、まあ、ノースフェイスのフリース全部がそうなんですけど、自分の会社で作ってる生地を採用してるんですね。でも数年前までは全部ポーラテックって言ってちゃんとフリースのメーカーというか生地のメーカーを採用してたんですけど、まあ、ここ数年に関してはもう全部オリジナル生地に変更になってるにもかかわらず値段が変わってないというところが、まあ、僕はずっと引っかかってるので、多分以前から知ってはる方とかやったら、うわ分かる分かるって感じだと思うんですけど、まあ、最近それこそね好きになった方とか最近知った方とかやったら、別にそんなもう前のことも知らんからなんともないという感じだと思うんですけど、まあ、その辺がちょっとデメリットというか、ちょっとフリースに関してはいつもこう打って首をかしげるところではあるんですよね。でもう一個のデメリットとしてはですね、まあ、これ僕個人的にどうでもいいんですけど、やっぱりそのノースフェイスらしさっていうのも全くないと思うんですよ。このロゴがやっぱり白のロゴがドガーンと入ってノースフェイスって入ってないので、まあ、こういった普通のフリースバーザロフトとかやったらガーンって入ってるじゃないですか。だからやっぱ目立つと思うんですけど、こんなんとかやったら、まあ、全然目立たないので、まあ、逆に言えばそれがいいっていう人もいてるやろうし、まあ、逆に言えばちょっとノースフェイスらしさがないなっていうので、まあ、微妙やっていう人もいてると思うんですけど、まあ、この辺かなというところでは思うんですが、じゃあ次はおすすめの人、どういう人がおすすめなんかっていうと、やっぱりこうやって僕みたいにマウンテンジャケットとか、まあ、これ実は他にもマウンテンライトジャケットっていうの
ものでもジップインジップでできるんですね。でそれ以外にあとスクープジャケットっていうのもあるんですけど、まあスクープジャケットは僕個人的にあんまりお勧めしないんですけどね、あの経年劣化するからあんまお勧めしないんですけど、まあそのまあ僕がお勧めしようかしまいが関係ないですけどね、まあ、その3つっていうのが一応連結できるんですよ。なのでその3つのジャケットを持ってはる方からすれば、ただのあのボアテックスジャケットではなくてもう一段階上のジャケットに格上げできると思うので、こういったジャケット連結できるようなジャケットを持ってはる人からしたら、その単体のフリースとしてももちろん着れるけども、ジャケットの保温力もグッて上げたりとかできるし、で真冬に関してはもうこのジップをずっと引っ付けておいたりとかして着用しておけばいいと思うので、まあ、こういったマンジャケットが持ってはる方なんかにはめちゃくちゃいいんじゃないかなというふうには思いますし、それ以外にやったらですね、フリース単体として考えた時も個人的にはですね、値段がこれ確か2万900円、だから2万円ちょうどぐらいで、デナリジャケットっていうのもあるんですね、ノースフェイスの。それも2万円ぐらいなんですけど、ほぼほぼ値段変わらへん割には、作りとしてはやっぱこっちの方がちょっと凝ってるなっていうのはあるんですよね。だから単体で見るんやったらこのジップインバーサミットの方がフリースとしては僕は上やなと思ってて、デナリの方がまあ手間がかかってないというか、原価はちょっと安いやろなっていうふうに思ったりするので、まあフリース単体のクオリティとしてもそうやけども、まあこうやってジップインジップもできるとかっていろんなとこを加味しても、全然圧倒的にこのバーサミットの方がフリースとしても使いやすいんじゃないかなと思います。まあでも残念ながらね、あの世間の人気としてはデナリの方が人気は高いので、デナリジャケットの方が流行っぽい感じはあるかなとは思うんですけど、まあちょうどフリース単体も探してたとか、あとマウンテンジャケット持ってはる人とかなんかにはこういったバーサミットジャケットはまあいいんじゃないかなというふうに思いますね。やっぱこの毛足長いのってこう当たってて気持ちいいじゃないですか。だからいいと思いますし、でまあこういったバーサミットはプラス1万円くらいするんですけど、やっぱその分二重に生地が使われてたりとか、このジップがベンチレーションっていって脇のとこジップヒュッて開けるのがついてたりとか、まあやっぱ機能はこっちの方がついてるんですけど、まあ、フリース単体で考えるのと全然これでも問題ないんちゃうかなというふうには思いますね。で最後サイズ感に行きたいなと思うんですけど、サイズがですね、僕178の69キロで、これが何倍だっけ、 L サイズをね着用してると思うんですよ。そうですね、 L サイズを着用してます。で大体今の時期だったらもうほぼほぼセールにかかってるんですよね。だから2万円じゃなくて1万円台で全然買えたりしますし、僕に関しては1万5000キロぐらいで買えたりしてるので、まあ、ちょうどフリース探されてる方もそうやし、なんか来年に向けてちょうど欲しかったんっていう方なんかとか、あとはフリース買いそびれたっていう方なんかは、多分これはもう毎年セールにかかるような感じなんですよね。ただ公式のオンラインの方でかかってないんですけど、よくスポーツショップとかセレクトショップとかではもうセールにかかったりよくしてるので、まあ今時期に買っておくっていうのはありかなというふうには思いますね。ということになってますので、本日はですね、ジップインバーサミットを紹介してみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。